というと、ありがとうの昔の言葉で、あることが難しい、もっと平たく言えばもう奇跡って書いてるわけです。で、本来は室町時代まで神社とお寺でのみ使われていた言霊なので、神様、仏様、ご先祖様、全てのものに一番強力に届いていく言霊があることが大事です。で、意味的にはですね、そこに書いているように、自分の命ってのは当たり前でない命で、ご先祖様が一人でも存在しなければ今の自分の存在すらないということは、今健康で生きているということは奇跡的な出来事ということになるわけです。そういうふうに考えると、このように人々に出会ったり物事が成し遂げられていくことは、もっと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 奇跡的な出来事なので、それは神様仏様のおかげに違いないという究極の感謝の言葉があることが大事です。まあ縁やって仏様の前に来れたので、その場所でいいので胸の前に合掌してもらって、小声でいいのであることが大事って5回おのおの唱えてくれますか。全ての大いなるもの、全ての神々様、全ての仏様、全ての竜王神様、全ての竜神様、空海様、いつも私を守りを導きいただきまして、皇后雅子、敏宮、愛子内親王、秋篠宮、文仁親王、文仁親王妃、紀子、眞子内親王、佳子内親王、悠仁親王、そして天皇家の全ての人たち、全末端まで、全奥底まで、霊説を書く病気、防衛され、それによって起こる宿命、因縁、病気、滞り、呪い、呪詛、術仕掛け、導きの仕掛け、すべての霊障をすべて消されるためのすべての分野において、臆測が持てるも、その上のすべての分野において作ってしまった仏の罪の罪、罪等がたたり、神の皿、仏の皿、三毒無味をすべての幸運 100% 成仏、すべてのキャラクターの日本国民からつながる各家、その各家からつながる先祖、先祖を縁、過去生、過去生を縁、先祖の過去生、先祖の過去生、縁に入っている疫病に感染してしまう、すべての因縁、すべての霊障、すべての鏡のフォース、大いなるもの意志によって怨念、払いため、清めたも、高めの腹持つのりとのうとのりと持ちかけ飲んでん、払いため、清めたも、神払いに払いたまえ、神にごににごみ、たまえくりのうちります、ただり神、いやみ神、はかり神たちは払いたけ、たもおことなくせ、高まが腹に始めたまえ、しことをかみながらむしろしめして、にごまりしずめにませんわりしめたまえとかしこみかしこみもこいのみまつらくと申す。先祖、そして先祖が迷惑かけた人たち、そして過去生、そして過去生の人たちが迷惑かけた人たち、そして先祖の過去生、先祖の過去生が迷惑かけた人たち、すべて成仏させています。で、一度成仏させてしまうと、今後未成仏霊って言って成仏できていないってことにはなりませんので、まあ、うさんくさい霊能者や占い師に騙されないでくださいってことと、まあ、生きてる以上私たちはやっぱり心が動くので、まあよからぬことを考える、まあよからぬ言葉を吐く、よからぬ行動してしまうってことで、やっぱり、神様からピッ、仏様からピッて、マーカー入れられてですね、それによって霊障ってやっぱ必ず起こるんですよ。ただ、まあ、先ほどちょっとお話ししてましたように、早く作ったとしても取っていくことが大事なんですね。早く元に戻すことが大事なので、まあ、病気でも早期発見、早期治療っていうように、早く悪いものを取ると早く良くなっていくので、また調子が悪かったら早めに私に連絡いただけたらと思います。ご祈祷的にはですね、かなりすごい領域に入ってまして、まあ、ちょっと先ほど説明 していました歪みっていうのが取れます。で、これは何がすごいかっていうと、今、まあ、私も一生懸命修行して、供養をずっとやってるんだけど、まあ、供養でいうと永久凍土みたいな、どうしても手がつけれない領域ってあったんですよ。それが全部根こそぎ今 100% 取れるようになってた。だからなぜこの人が病気は良くならないんだろうかとか、なぜこの人が道が開けていかないんだっていう、その原因を探求して、それを潰すことによって良くなる、それが取れるようになった。これがまあ大きなこと。もう一つは、昨日岩瀬尾八幡宮っていう地元の神社で、授かったものなんですけれども、大いなるものっていうのがあります。これは大宇宙とか神様とか仏様を作ってるのがこの大いなるもの。神様よりまだ大きいものですよ。
で、この大いなるものの意思によって世の中の流れは大きく動いてるんです。特に今コロナね、これは実は大いなるものの意思によってこうコロナになるべき人がなるんです。で、私は全部こう初めコロナを消そうと思ってた、消すようにって一生懸命努力してた。で、そのために一生懸命修行もしたし、このご祈祷の仕方ももう何十回もフルモデルチェンジしました。だけれどもある時メッセージをもらった、大いなるものから。それは何かっていうと、実は総学と世の中には生まれてきたのは意味がある。で、ここの世の中で魂の修行をしなければいけないんだと。で、そのためにはいろんな困難な出来事が起こる。で、この今回のコロナウイルスはその悟らなければいけない、この病気をして悟らなければいけないとは必ずなりますって言うんです。地球上の、まあその時は数パーセントの人が今後もならなければこのコロナは終わりませんって言われた。で、私はですね、じゃあ早くもうコロナにしてくださいって言いかけたんですけど、神様、大いなるものから言われたのは、そんなことしたら医療崩壊が起こるぞと。もう全然もう想定以上のことが起こると、もうそれはできないということで、まあ、それなりに病院が崩壊しない程度で、まあ、コロナにしてくださいとこう言ってたわけです。で、これがですね、昨日おとといか、その大いなるものの意思を、意思によって起こっているその現象を消す技っていうのをもらったんですよ。これすごいことだった。で、機能が 20% だったんですけど、今日実は 100% 取れるようになったんです。で、これは日本は 100% 消せます。これここまで来た。ただ海外はそこまでいかない。これなぜかっていうと、まあ、日本は私がいるからっていうのが実はあるんですよ。で、やっぱり日本はひいきしてもらってる、はっきり言うとね。で、それは何かっていうと、神仏に対する礼節を書くような行動をしたり、行動して言葉吐いても私が全部取ってるんですよ。ただ海外は取ってくれないです。フランスとかだからロックダウンしてしまうんですよね。何回も何回もロックダウンする。それはね、取らせてくれないんですよ。私もお願いしても。これは時期的なものもあるのと、やっぱり私がどん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 やっぱ修行して、また技を神様から授かればそれがまた取れるようになると思いますけれども、ただ一概にちょっと言えない、もう授かってみないとわからないんだけれども、ここまで来たんです、ご祈祷が。だからこれはね、 さっき今コロナのことを言いましたけど、例えばこの人の病気がなぜならないといけないか、なぜこの人の今会社が困難なのかっていうことには、やっぱりそれで学ぶべきこともあったりする。でもそれがある程度取れていくんですよ、これ。まあ、また取っても入れられる時はあるけれども、基本的には理論的には何回でもご祈祷と取れるんです、これ。そういうところまで領域が来たので、まあ言っちゃうけど未来は明るいと私は思うんですよね。だから何が大事かっていうと、世の中大変だ大変だって言って、まあ、暗くなることなく、いや希望はあるよ、ちゃんと光が見えてるよっていうことをちゃんと信じて頑張っていくってことが大事だと私は思うんですよね。まあ、それを信じてまた日々精進していただけたらと思います。以上です。ありがとうございました。
高間が原にましまして天と地に見働きを表した毛利王大宇宙権現の御上の御使いにして一切有味一切を育てよるどの者を起こし灰やらす多毛王子になれば日海を読むなやことの徳さの御宝を逃す方と返事玉いて在中に天界近い人界を治めた毛利王子になる弟御上山いて誠の胸一筋に御使い申すことの意思を受け生き玉いて愚かなる心の数々今しめ玉いて一切史上の積み汚れの衣を脱ぎさらしめ玉いてよるどの者今日は疲れたけども昨日ね585段階段登って何だっけあそこのねあの神社をね登ってコンピュータ様で今日ねここで住職に祈祷してもらってアドバイスして俺としては最高心の支えになるわけで体も健康肩に何々借金もしかり仕事もしかり全部そういうのが全部俺の心に入って住職が道を開いてくれるで道を開いてくれれば自分で辿っていけるんだから俺はやっぱりそういうふうにやっぱり信用して信じて自分の心と体で今腰が悪くてサーフィン乗れないみんなに乗れない乗れないって言われてきたけどもここに来たのはねパイプラインマスターズ招待選手ですよそれを出る飛行機が飛ぶか飛ばないか分かんないでもね12月にやるんだったら出てジェリー・ロペス・ローリー・ラッセルねなんかのレジェンドサーバーとやって俺も一パターン乗りたいそれが目的で来てるんだからだからあと一月ちょっとしかないけども時間がないからここに来てなんとか乗れるように祈祷してもらうそれが今回の目的だからよかったなと思う。